挙手。皆さんこんにちは、加藤です。今回は JO1 がたくさんの雑誌に、出る件についてお話ししたいなと思います。JO1 の皆さん、おめでとうございますということで、前回の動画でもちょっと触れたんですけれども、ビビとかアンアンとかですね、有名誌他にもねたくさん、雑誌に、JO1 が出ると、基本的には表紙に出るということでですね、これでかなり知名度が上がったりするんじゃないかなと思いました。でですね、すごくいいなと思ったことが一つあったんですけれども、結構多くの雑誌に出るので、JO1 の公式も発表しているとはいえですね、なかなかこの情報が整理しきれない状態というか、なんかファンの方もの中にもですね、ジャムの方の中にもですね、どの雑誌に出るのか分かんねえみたいな、誰かまとめてくれみたいなことを書いてる人がいたんですよ。でね、調べてみたら、すでにですね、まとめてる方がいてですね、1枚の、画像にですね、どの雑誌が何日に出ますよみたいなことを書いててですね、すごいなと思いました。でそのツイートはですね、もう、いいねが4000件か3000件ぐらいついててですね、もうかなりジャムのファン、ジャムの方々、JO1 のファンの皆さんの役に立ってるということなんだろうなと思います。でね、やっぱりね、 JO1 はファンの結束力がいいよね。とにかく始まったばかりで、これからどん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 人気にしていこうっていうファンの人たち の結束力みたいなもの、特にね、JO1 のファンがね、喧嘩してるなんてのはですね、ツイッターなんか見てて見たことがないので、普通に皆さん楽しくやってるんだなっていう感じがしてですね、面白いです、興味深いですね。はい、なんでこれからもですね、JO1 の皆さんのためにですね、ファンの皆さんが、しっかりね応援してくれるんだろうと思うので、JO1 はね大丈夫なんじゃないかなと思いました。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。